優勝戦1号艇は吉川明夫選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今シリーズは5勝の活躍、準優勝戦もしっかり逃げてポールポジションをゲットということになりました。今節ここまでの船橋、評価伺ってもよろしいですか？そうですね、日替わりなんですけど、全体的にいいと思います。スタートの見え方なんですが、準優勝戦はコンマ10のスタート見事でしたが、今節の見え方というのはいかがでしょう？正直あんまり見えてるか言ったら見えてないですけど、ここ一番はしっかり行きたいなとは思いますけど、はい。分かりました。さあ先ほどからね、打倒ブス島ということが出てますけど、最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。そうですね、桐生でブス島君に勝ったらね、正直は G1 勝ったぐらいの値打ちがあると思いますんで、今日は集中して先に参りたいと思います。よろしくお願いします。2号艇は地元群馬のブス島誠選手です。よろしくお願いいたします。はい、今節の船橋の評価教えてください。昨日まであまり良くなかったんですけど、今日昨日までで気づけたところあったんで、かなりいい方向に行くと思います。どのあたりが良くなりそうですか？多分ね、かかりと出足と良くなると思います。分かりました。さあ今節のスタートの見え方というのはいかがでしょう？はい、かなり控えて行ってるんですけれども、分かる範囲でしっかりと行ければと思います。ブス島選手といえば、はい、ピット離れも気になるところですが、はい、そのピット離れ今節はいかがでしょう？優勝戦は明夫さん相手なんで、多分取れないってかなと思いますね。では最後に、はい、ゲストの皆様に一言いただいてもよろしいですか？はい、明夫さんに何としても勝ちたいと思います。頑張ります。3号艇は杉田徳光選手です。よろしくお願いいたしま す。さあ準優勝戦は2コースから差しを決めての1着となりましたが、はい、振り返っていかがですか？足はだいぶいいと思います。はい、今節の船橋の評価というのを改めて教えていただけますか？出足とかレース足がいい感じと思います。じゃあ特に気に入っているというのはその出足レース足ということですか？乗りやすいっていうのが一番ですかね。はい、分かりました。さあスタートですが、今節の時計との呼吸というのはいかがでしょう？早いのはいけないんですけど、昨日はもう早いと思って放って正解だったんで、はい。では桐生の睡眠相性はいかがでしょう？キルは好きなレース用なんで、はい。分かりました。では最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。精一杯知ります。4号艇は小坂直也選手です。よろしくお願いいたします。さあ今節は57号機と一緒に戦ってきましたが、はい、ここまで振り返っていかがですか？そうですね、足はそんな言われるあれじゃないですけど、それなりにレースできたかなと思います。その船足ですけれども、はい、どのような特徴ありますか？ちょっと出足寄りなんかなっていう感じで、伸びにちょっと物足りなさを感じますね。はい、そうだったんですね。はい、スタートですけれども、はい、今節のダッシュのスタートの見え方というのはいかがなんでしょう？ちょっと風が変わりやすいので難しいですけど、集中していきたいなと思ってます。では最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。精一杯走ります。応援してください。5号艇は入澤雄二選手です。よろしくお願いいたします。今節は前節の優勝モーターが相棒での一節間となりましたが、はい、ここまでの戦ってきた船橋の評価というのを教えていただけますか？バランス取れていいと思います。優勝戦に向けてはさらなる調整というのはどうされますか？そうですね、プロペラぐらいで、はい。優勝戦は5号艇となりますが、進入含めたレースイメージはいかがでしょう？枠なりからいきたいと思います。ではダッシュのスタート見え方というのは今節はどうですか？昨日ぐらい行ければいいかなと思ってるんですけどね。分かりました。その外からの展開をつける足にはなりそうですかね？なると思います。はい、桐生の睡眠会社を教えていただけますか？あんまり良くないんですけど頑張ります。では今回せっかく輸出しているので、はい、払拭していただければと思いますね。はい、では最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。はい、一生懸命走ります。応援お願いします。6号艇は浜野隆選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今節は30号機と一緒に戦ってきましたが、今シリーズ振り返っていかがでしょうか？そうですね、最初の方にプロペラ叩き直して、そこからバランス取れていいと思います。じゃあ現状の船足の仕上がりぐらいっていうのはどうでしょう？バランス取れて優勝戦入っても足負けしないと思います。はい、特にどのあたりが足負けしなさそうでしょうか？全体的に負ける人はいないぐらいですね。ではかなりいい仕上がりになってきている。はい、いいと思います。分かりました。スタートですが、ダッシュの見え方というのは今節いかがなんでしょう？行かないとダメなのは分かってるんですけど、行ききれないですね。はい、
では最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。一生懸命頑張ります。応援してください。